オーケストラ、オーケストラ、い、は、音楽の一種である管弦楽、管弦楽曲、または、管弦楽曲を演奏する目的で編成された、楽団、管弦楽団を指す。日本語では、校舎の用法が主である。明治時代に、雅楽の用語から転用された、管弦楽が、オーケストラの日本語訳、和声看護となっており、また、管弦楽団も、オーケストラという、 交響曲を演奏する楽団を英語でシンフォニックオーケストラ日本語では英語風にシンフォニックオーケストラあるいは前半部のみドイツ語風にシンフォニーオーケストラ管弦楽団というこれは交響楽団と訳されるただし英語でフィルハーモニックオーケストラ日本語では英語風にフィルハーモニックオーケストラあるいは前半部のみドイツ語風にフィルハーモニーオーケストラ 弦楽団との名称もある。フィルハーモニックは音楽を愛好するという意味のギリシャ語に由来し、公共楽団と意味が異なる。ドイツ圏ではフィルハーモニッカー、スムフォーニッカー、英語圏ではフィルハーモニックなどのみでオーケストラを含まない名称の管弦楽団も多数存在する。両者の違いは楽団の維持費が寄付によるかどうかであるとする説もあるが、現状では オーケストラの名称として曖昧に使用されている。ポピュラー音楽と比べ演奏に必要な学員の数が圧倒的に多いため、その損立には演奏収入以外にも経済的根拠が必要であり、それが富裕層の私的財産なのか公的な補助金なのか市民らの寄付なのかという違いもあり、名称にまで影響を与えている。室内楽団や室内オーケストラ、 チェンバーオーケストラが一セーブ一人を基本とするのに、対し、一般的なオーケストラは一セーブを複数で担当し、通常、指揮者により統制されて演奏する。各セーブは、弦楽器、管楽器、木管楽器及び、金管楽器、打楽器があり、さらには、鍵盤楽器や、現代的には、電気楽器も加わる場合もある。主にクラシック音楽を演奏するが、ラテン音楽やジャズ、 その他のジャンルを演奏する団体もある。クラシックの団体が別名で、軽めのクラシックやポピュラー音楽を演奏するための、ポップスオーストラは概ね母体と同様の楽器編成であるが、これに対し、イージーリスニングなど、ポピュラー音楽専門ののオーケストラは4部、または5部のストリングスに自由な編成の管楽器、打楽器、エレキギターを加える。ダンス音楽や、 更新曲などを演奏する小規模な編成のものはバンドなどとも呼ばれる。フルートオーケストラやマンドリンオーケストラ、ウィンドオーケストラ、管楽器のみという言葉も使用されているが、それらは以下で述べる厳密な意味でのオーケストラではない。マハビシュヌオーケストラ、イエローマジックオーケストラなどのように、数名編成でもあえてこの名を用いるバンドについても同様である。 ロマン派音楽の頃に多かったオーケストラ編成が標準的な編成とされている。古典的な作品の演奏ではこれよりも若干小規模で近代的なものにはより大規模なものも存在する。これらの編成は主要な管楽器の因数によって2巻編成、3巻編成、4巻編成など呼ぶ。下記の編成の例は2巻編成である。 団体としてのオーケストラの構成員の数は様々なので団体と作品によっては通常の団員に加えて臨時参加の奏者を加えて演奏することもある。オーケストラの語はギリシャ語のオルケストラに由来する。これは舞台と観客席の間の半円形のスペースを指しており、そこで合唱隊、コロス、コーラスの語源が舞を踊ったりしていた。 現在の弦楽合奏に、管楽器の加わった管弦楽の起源としては、ベネツィア楽派の大規模な教会音楽や、その後のオペラの発展が重要である。古典破棄には、公共曲や競争曲、オペラの伴奏として、大いに発展し、コンサートホールでの演奏に適応して、弦楽を増やし、大規模になり、またクラリネットなど、新しい楽器が加わって、 現在のような形となった。グルックのオペラ、オルフェオとエウリティーチェにおいて、ピッコロ、クラリネット、バスドラム、トライアングル、シンバルが、オーケストラに加わった。ロマン派音楽ではさらに感楽器の数や種類が増え、チャイムやマリンバ、グロッケンシュピールなどの打楽器が加えられた。次には、チェレスタ、ピアノなどの鍵盤楽器やハープが登場するように持った。 多くのプロオーケストラは常設かつ専門の団体である。歌劇場のオーケストラピット内での活動を主とするオーケストラはドイツを中心に多数存在し、そのほとんどがオペラのみならず演奏会も行う。ウィーン国立歌劇場の管弦楽団員の中から組織されるウィーンフィルハーモニー還元楽団はその一例である。ドイツ圏は合わせて下記の放送公共楽団や いずれにも属さないコンサートオーケストラも非常に盛んなこともあり、世界でも軍を抜いたオーケストラ大国となっている。東西ドイツ統一時にはプロオーケストラの合計数200と言われたオストリアやスイスは含まれないが、現在は統合により若干減少している。ただし、税金の補助が厚いため、例えばおおむね自主運営に頼るロンドンの後、 大オーケストラが70から90名編成で、対局演奏際はエキストラを入れているのに対し、人口7万の都市によるバンベルク公共楽団ですら110名編成を、要する、同団は特殊な歴史的事情もあるが、など、全体に、フル編成志向が強い。これは、ローテーション式が多い歌劇場還元楽団の伝統も影響している。オーケストラは、 小編成で発足して徐々に拡充していく例が一般的で大編成オーケストラは財政基盤が安定していることが多いため編成がそのままオーケストラの格付きに結びつくように誤解されることもあるが必ずしもそうではなくロンドンをはじめ三冠編成にとどまったまま世界一流とみなされる団体も少なくないまた放送局が専属のオーケストラを持つ例も多い 放送オーケストラ。これはもともと番組のテーマ曲、ドラマの伴奏、各種の放送用音楽を調達しやすくするために所有し始めたのが姉であり、代小様々な放送局がそれぞれの経済規模に合ったオーケストラを所有していた。大きな放送オーケストラは、主に国家予算で運営されてきた世界の国営放送局や、それらに代わる公共放送局などであり、 放送の歴史が長い欧州に多い。ラジオフランスに代表される各国の国営放送直営の楽団やドイツの各地域を担当する公共放送局の楽団、バイエルン、ベルリン、北、ドイツなどなどがその例である。BBC も有名公共楽団を持つ公共放送局である。また、商業放送会社が所有したオーケストラの一、 例として、米国の NBC が所有していた NBC 交響楽団がある。日本においては ABC が ABC 交響楽団ほか複数の還元楽団を所有し、演奏会のほかに放送番組用の音楽を多数演奏した。また日本フィルハーモニー交響楽団は、当初文化放送の専属オーケストラとして誕生し、フジテレビジョンと専属契約を結んでいた。 NHK 公共楽団は独立した財団法人ではあるが、日本放送協会 NHK と密接な関係を有しており、放送局付属オーケストラに準ずる存在となっている。また、ベルリンの米軍占領地から東ドイツに向けて放送されていたリアスが所有していたベルリン放送公共楽団などもあり、現在も名を変えて活動している。 地方都市に本拠を置く楽団の場合は、楽団の運営資金の多くを自治体に依存して運営されていることがある。この場合、自治体の財政状態に楽団の運営も左右されがちになっている。反面、独立の団体としてのオーケストラは、オーナーからの定期的な演奏の発注がないため、定期演奏会の入場料やレコード録音の契約料を頼みにしなければならず。 優れた契約スポンサーを持っているか、ごく一部の人気楽団や、経営形態の改善に成功した楽団を除けば、これだけで存立することは難しい。オーナーやスポンサーの引き上げによって、独立運営を強いられるケースもあり、これは直接オーケストラの存続に関わる。海外では、EMI の支援を失った、フィルハーモニア管弦楽団の解散、日本でも百七十二年の、 日本フィルハーモニー交響楽団の解散、分裂などの事例が発生している。上2件は再建に成功した例だが、NBC 交響楽団は、スポンサー撤退、新組織以降あと9年で消滅した。日本の ABC 交響楽団に至っては、名義の継承先が点々として、解散時期すら明確に記録されていない。以上のような常設楽団に対し、 毎年の音楽祭などで臨時に集まる音楽家によって組織されるものも存在する。例えば、バイロイト祝祭還元楽団が有名なものであり、日本では、斎藤記念フェスティバル松本の際に結成される斎藤記念オーケストラなどがある。また、通常は、学院が個別の音楽活動をし、コンサートの土に集まる形で運営されている非常節楽団も存在する。日本では、 静岡交響楽団や浜松フィルハーモニー管弦楽団、マイスターアートロマンティカルオーケスターなどがその例である。第一ヴァイオリンからコントラバスまでの言語部は多くの場合、各部の人数が演奏者に任されているが、現代では一般的に次のようなパターンがある。管楽器は原則として楽譜に書かれた各パートを一人ずつが受け持つ。ただし実際の演奏会では、 倍感といって、管楽器を2倍にしたり、アシスタントと呼ばれる補助の奏者がつくこともある。楽譜に示されたオーケストラの編成の規模を示すのに、2巻編成、3巻編成、4巻編成という言葉が使われる。いずれも、木管楽器の各セクションのそれぞれの人数によって、おおよその規模を示す。この時代の西洋には、オーケストラが存在しない。 と言われている。しかし、西洋以外では、当時の中国宮廷音楽は、数百人の合奏による音楽が演奏されている、ことを示す資料が発掘されている。モンテベルディは、スコアジョブに、楽器編成を書いた、世界初の作曲家である。そこには、オーケストラの黎明期の編成が記されている。バロック期のオーケストラでは、管楽器は各パート1名。 バイオリンは2パート2から3名ずつ、ビオラ、チェロ2名、コントラバス、ファゴット、鍵盤楽器各1名という程度の規模が多く、大規模でも、総勢20名程度のものであった。弦楽を含めたすべてのパートを各1名でそうする、こともある。そのため、バロック期のオーケストラは、室内楽あるいは、室内間弦楽の範疇とされることもある。なお、 1749年ヘンデルによって作曲された還元楽組曲、王宮の花火の音楽では、大国イギリスの国家行事という特殊事情もあり、現在考えても膨大な100人という規模の楽団によって、式典の屋外会場で盛大に演奏された参照、巨大編成の作品番付外。次に示すのは、18世紀前半頃の後期バロック音楽、JS。 バッハやテレマン、ヘンデル等の世紀の曲に多く見られる、規模の大きめな還元楽編成の例である。古典派二巻編成は、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットが、各2名、ピッコロが加わるなどの多少の増減はアリュールで、ホルギやトランペットも2名程度、ティンパに、弦楽5部、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスである。この編成に見合う、 弦楽五部の人数は十二型で六から五から四から三からにプルト程度であり、オーケストラ総勢で六十名ほどになる。モーツァルトが公共曲第一番を父、レオポルトの指導の下で作曲した際の編成はオーボエにホルンに弦五部であった。これがオーケストラの記事とされ、この部分で表現することを当時の作曲家の卵は学習した。 モーツァルトやベートーベンの初期の作品は、現在このくらいの規模で演奏することも可能だが、6.5、4.3、2と、12型の半分で演奏し、当時の音圧を体感させる指揮者も多い。以下は、古典派音楽の世紀頃、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンに多く見られる、編成の例である。ただし、この頃は、標準編成なるものは存在せず、 オーボエ2と、フォル2と、言語部に加え、パトロンからの命令で決まった編成が多い。結果的に、古典2巻編成を完成させた時期は、ブラームスの活躍した時代である。ブラームスはトロンボームを嫌がり、ファゴットで無理やり演奏させていたことが、レーガーの書簡から判明している。後期ロマン派2巻編成は、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットが、各2名。 それぞれの派生楽器であるピッコロ、イングリッシュホルン、バスクラリネット、コントラファゴットへの持ち替えもありうるで、ホルンが4名、トランペットが2から3名程度、さらにトロンボーンが3名、チューバが加わる。ティンパニの他に、若干の打楽器が4名程度加わる。さらに、編入楽器として、ハープが加わる。弦楽5部、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、チェロ。 コントラバスである。この編成に見合う、弦楽五部の人数は、現代のコンサートにおける標準的な編成で、14型で7から6から5から4から3プルと程度であり、オーケストラ総勢で80名ほどになる。チャイコフスキーの作品は、現在このくらいの規模で演奏される。音響空間次第で、弦の数を変えることは可能である。結果的に、二巻編成を完成させた時期は、 チャイコフスキーが活躍した時代である。多くの作曲家がこの編成をベースに競争曲を書いている。木管楽器の持ち替えは第一奏者が主席であることが多いので第二以下の奏者が持ち替えるか特定の楽器に特化した奏者を招いて演奏する。サクソフォーンはできた当初は実験的な意味合いもあり、クラリネット奏者が持ち替えることが多かったが、現代では 音色や特殊奏法などを必要とする場面も多いので、戦火の奏者を招くことが多い。三観編成は、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットが各2名に、それぞれの派生楽器が加わって、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットの各セクションが3名となる。ホルンは4名程度、トランペットとトロンボーンが各3名程度、チューバ1名となる。 打楽器もティンパニ1から2人を含む6名程度、編入楽器はハープ1名にさらにチェレスタが加わることがある。この編成に見合う弦楽5部の人数は、いわゆる16型8から7から6から5から4プルと、程度であり、総勢90名ほどである。ベートーベンの後期の作品からロマン派の多くの作品はこの程度の規模であり、第9は非常に 近い形としての基礎を確立したが、ワーグナーのジークフリートは、その最初の完全な形と言われいる。日本のオーケストラは三冠に対して、伝統的に16型で対応してきた、1980年代まで、が、近年では、世界的な常識に合わせ14型に直している、オーケストラが優勢になった。結果的に三冠編成を完成させた時期はラベルが活躍した時代である。 最終的にオーケストラに最も適したサイズとされ、国際的な標準になった。4巻編成では、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットの各セクションが4名となる。ホルンも4から8人、トランペットとトロンボーンが3から4人、チューバが1から2人、打楽器もティンパに1から2人を含む7名程度、編入楽器は4名程度、弦楽五部も、いわゆる、 18型の9から8から7から6から5、プルト程度となり、総勢100名にも上る。ワーグナー、マーラー、ストラビンスキー、ベルクの作品には、この規模の作品が多い。その最初の形は、ベルリオーズのレクイエム作品5や同じくてで生むであるが、当時は、いわゆるバイカン機能のユニゾンで、後年ワーグナーがその、ニーベルングの指輪や、パルジファルで、その編成を、 機能的にほぼ組織化した。国際的には4巻編成には16型で対応しており、18型は稀である。ホルンが4から8人に増えるのは、ホルンは通常1パートを2人で編成するため、4巻編成だと倍の8人となる。その他、ワーグナーやブルックナーなどの曲で、ホルン奏者の一部が、ワグナー・チューバに持ち帰るため、奏者が多数必要となる。 チューバの本数が増えない理由は、増数したトロンボーンが、バストロンボーンや、コントラバストロンボーン、チンバッソなどチューバのお肉をまかなえる楽器であるために、チューバの数が増えないと考えられる。かつては三大ハープや三大ピアノも普通に見られたが、現在では、ハープや鍵盤が二台を超えることは、ほとんどない。結果的に、四巻編成を完成させた時期は、 リハルト・シュトラウスが活躍した時である。期限2600年のための記念作品は4巻、編成すらしのいだ。ただし、1950年代以後は、財政難や演奏の複雑性から、このサイズが揃うことが少なくなっていった。4巻編成よりさらに大きく、各セクションが5人平均となるもの、5巻編成相当、もある。ここでは、 各セクション4本ずつのスタンダードの木管楽器の上にピッコロ、イングリッシュホルン、バスクラリネット、コントラファゴットが加わった形が多い。ホルンは8人以上。トランペットは5から6人。トロンボーンは差が大きく3人から5人。チューバは2人以上が多い。打楽器は7人以上。弦楽合奏は20型の10から9から7から6から5プルトが。 一般的でさらに、オルガンピアノ、チェレスタ4人以上のハープギターやマンドリンがつくことも、ある。リヒャルト・シュトラウス、マーラー、ストラビンスキーの他に、シェインベルク、バレーズ、ケージ等がいる。還元額は120名を超える。なお、これよりもさらに大きな編成で書かれた、巨大編成の作品もある。リヒャルト・シュトラウスの、タイユフェ作品52、バレーズの、アメリカ、 1922年版、メシアンのアッシジのセイフランシスコや、先行、ハバーガル・ブライアンの公共曲、マユズミ・トシオのネハン公共曲などがそれにあたる。なおこのような木管楽器の編成は、各セクションが同程度の人数というような形式にあまり当てはまらず、フルートとクラリネットが多くなる割には、オーボイト・ファゴットはあまり多くならない傾向があり。 金管楽器も相当変則的になり、国際的な基準というものはない。最も小さな編成に、木管楽器が一人ずつ、程度の編成がある。ワーグナーの、ジークフリートボッカは、基本的に木管各一名、ホルン二、トランペット一、打楽器はなしで、弦も、ワーグナー自宅での初演時は一人ずつであった。これは20世紀後半の室内オーケストラを、 先取りするものであったが、当時はオーケストラとはみなされていなかった。ウェーベルンの五つの商品作品中のように多くの打楽器や鍵盤楽器が入っていたり、同じく作品21や29、シェーンベルクの室内公共曲第一番のような変則的なものも多い。しかし、この変則的な組み合わせが20世紀後半の音楽では優勢になる。室内オペラは、 この編成で書かれることがある。戦後はシェーンベルクに習い、管楽器の数が弦楽器を上回った室内オーケストラは20世紀後半以降数多い。ヘンツェのレクイエムは弦楽器の量を管楽器が優に上回る典型例である。オーケストラの楽器配置、セッティング、ウフステレオンには様々なやり方がある。時代によって また指揮者の方針によって工夫が重ねられてきた。20世紀前半から半ばにかけては、第1バイオリンと第2バイオリンを左右に分ける楽器配置が多かった。これは、バイオリン両翼配置、対抗配置などと通称されている。一方、華麗なオーケストラサウンドを追求し続けた指揮者、レオポルド・ストコフスキーは、1930年代に、 独自の楽器配置を作り出した。これは、客席から向かって左側から第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、チェロが並び、チェロの後方にコントラバスが置かれる。つまり、客席から向かって左から右にかけて弦楽器を高音から低音へと並べるのである。この配置は、ストコフスキーシフトと通称され、コンサートホールでの響きが豊潤になるという理とともに、 1950年代頃から一般的に行われるようになったレコードのステレオ録音にも適しているとみなされ、20世紀後半には世界中のオーケストラに広まっていった。現在使われている近代的なオーケストラの配置の一例、方向は客席側から見たものを示す。弦楽器はストコフスキーシフトによっている。外部リンク、ステージフォーメーションオブオーケストラ。 オーケストラの楽器の並べ方。現在のオーケストラはチューバが指揮者のすぐ横にいる、またはハープが指揮者の真ん前にいる、などといった変則配置は当たり前になっている。BR、ルチアーノベリオの頃は声楽家と器楽奏者がペアを組んで座る。BR 前衛の時代は変則配置で当たり前という時代だったが、現代音楽の体調に合わせて、 本来の古典的な配置を好む作曲家も多い。多くの場合、指揮者は専属契約を結んでいる場合でもオーケストラの一員ではない。演奏会ごとに違う指揮者が指揮をすることが多い。しかし、同時に多くのオーケストラは常任指揮者、あるいは主席指揮者、音楽監督と呼ばれる特定の指揮者と長期にわたって演奏を行うため、その指揮者の任期中は その指揮者の得意なレパートリーや演奏の様式によってオーケストラの個性が特徴づけられることが多い。しばしば指揮者の名前を冠して時代などとして言及されるのはこのためである。このような関係として特に有名なものの一例は次のようなものである。日本人においては団体名は在任当時、常任指揮者以外の指揮者を客演指揮者と呼ぶ。多くのオーケストラでは 多数の客演指揮者を迎えることで、公演リパートリーの不足を補ったり、新しい共演により、芸術的な向上を目指すことがある。しかし、かつてのフルトベングラーやカラヤンのように、常任指揮者の権限によって、自分の気にそぐわない指揮者に客演させないという素も存在する。グラモフォンにおいて、ザ・ワールド・エス・グ S イティスト・オーキストラスとして、 以下の20学段が選出されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。